お、始まった。なんじゃこりゃ。なんだこれ。たく、なんなんだよ。一体ここはどこなんだ。絶対危ないやのかか。え、ちょ、ね、俺なんかしたか。はじめまし。ゲームマスターでござ。顔。今回のクエストは、じゃあこっち。ジフォンバフォをバイクダマニアで捧げる。またわからん単語が。げ、蘇生時間50秒になってる。なんか新しいシステムも追加されてる。ファストトラベル？一度行ったところにワープできる。定番っすね。使用条件多いな。みんな慣れすぎでは。5人目のプレイヤー、鳥居啓太の職業は。は？職業？なんかダサいやつになればいいのに。戦士かっこ槍。それでは、ま。とりあえずクエストの内容を知るためにもコルトネルあたりに行きませんか。鳥居さんに説明するのが先じゃない？ファストトラベルは一度利用すると次に使えるまで24時間空けなきゃいけないから、ここでうだうだやるより移動してからの方が時間短縮になるっしょ。ああ、なんかムカつく言い方だな。たかが一人のストレスより時間の方が大事だろ。ああ、ストップ。鳥居さん、一度しか言わないから聞いて。もう、ここは異世界、私たちは勇者、クエストをクリアできないと死ぬ。以上。イオちゃん、説明が雑。